演舞開演。どうも、本日は栗の甘露煮を食べたいと思います。なんかちょっと珍しいですね、こういうの紹介するの。ではいただきます。まあ確かにそうかもしれませんね。モンブランとはまた少し違う食感と甘さのある栗と周囲のシロップがうまく絡んでいてとっても美味しかったです。でもシロップちょっと多いかな。まあ甘露になるこんなものか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。